夏の自由工作グランプリ2017応募作品、泥まみれのヒーロー。開催日時がわからないので事前にお送りさせていただきました。説明。うんこちゃんこんばんは。初めてメールをさせていただきます。僕は紙粘土などを使って小さいフィギュアを3種類ほど作成しました。あまり出来が良いとは思いませんが、よろしくお願いします。タイトル、泥まみれのヒーロー。いいじゃん、めちゃめちゃいいじゃねえかよ。これ映ってるからちゃんといいよね。なんかさ、やっぱ粘土とかってさ、あ、もう一個ある。作りやすくもあってさ、しかも俺がやっぱ思い入れのあるオクレイマン、ドラクエやってたか、ドラクエ、ティファニーと、最近話題の、まあオクレイマンはあんま話題じゃねえけど、話題性がある題材にしたらなかなかいい作戦。しかも見てくれよ、このロトの剣の光沢。お前なんでここが一番気合入ってんだよ。お前俺に気合入れろよ。俺一番簡単に作ってんじゃねえかよ。のぺーっとしてるし。なんでここばっか、こんなあれなの。ロトの剣めっちゃ綺麗にできてんじゃねえかよ。この人のもう一個の見てみようか。あ、なるほど。これはあれなんだ。台みたいな感じなのかな。台。台みたいな感じなんだね。このフィギュアたちを、あ、このオーラに乗せてるんだ。なるほどな。いや、なかなか素晴らしい作品なんじゃないでしょうか。ではここで僕の点数を発表します。ブルルルルルルル、じゃん !66 点これね、すごい、低めに、辛口でいきます。なぜなら、すごい作品が来た時に、で、これが基準な。70点70点にします。これを基準にしていきます。70点。80点超えたらあるな。偏差値だと思ってくれ。偏差値な。70点。じゃあ、ここで皆さんのコメントを見ていきましょうか。皆さんどうでした?70 点。でも、レベル高いよね。素晴らしい、いい作品だよね。夏の思い出。なんか学生が一生懸命作ってくれたんじゃないのかなって。そういう背景をも考えさせるような、そんな素晴らしい作品でしたね。じゃあ続きまして。いくぞ。じゃん。音でかい。いくよ。動画。作品名、かごちゃんとつじちゃんとうんこちゃん。終わっちゃった。すげえすげえ。いいね。工作感異常だね。いいじゃん、めっちゃいいじゃん、いいじゃん。これだよ、工作感な、みんなよ。工作感これよ、工作感。これちょっとポイント高い、あ、ちょっとポイント高いな。70点で、単純でこれいいじゃんね。短くて。嫌いじゃない。タイトル。あ、この人も動画だ。スターリンが光るわけ。仕掛けを作るのは大変だったけど、楽しかったですと。やっぱこの辺多くなるね。あれ、これダウンロードして。ダウンロード。お前ウイルススキャンせずに俺ダウンロードしたから、お前からウイルス来たら本当に。とんでもないことしでかしに行くからな。仕掛けを作るのは大変だったけど、すごく楽しかったです。あ、なんか写真もいっぱい送る。ダウンロードにクソほど時間、177メガ。 OK、 それでは皆さん見てください、どうぞ。でっかちょっと待って、お前ファイルのサイズ尋常じゃないけどでかいな。これぐらいでいいよね、動画の大きさ。この形式でいきます。スターリンが光るわけな。もうなるほど。釣り糸が垂らされてきた。スターリンはまだ気づいてないね。あ、俺が釣り上げた。
あ、俺から、あ、俺がでも でも可愛い。おお、すげえ。いろんな思い出がありましたと。あ、なるほど、ストーリー仕立てになってるんだ。これすごい力作だな。最後のやつね。お前折れちゃってんじゃねえか、そこ。凝ってるね。え、あ、ちょっと伸びると。そんで、あ、体力が減ってる。体力が減って、リザードも倒して、まだある、ん、何、リザード倒して、めっちゃいいじゃんお前、これ、これめっちゃいいじゃん。うわ、これ感動する、マジでこれ感動する。え、これめっちゃ良くない？最後の写真さ、悠々白書の最終回じゃん。うわ、これいいね。2016年の11月17日。いや、これはね、手作り感もすごくあってね。すごく良かったわ。オチがいいね、このね。いろんな思い出もあるけど、なんかほんと漫画見てるみたい。いろんなさ、辛かった。デラクルスとかさ、一発で死んじゃったやつとかさ、悪口言われ続けてた、このスターミーとかさ、多分これ、キヨに負けたところとかの背景があるけど、最後は、俺たちみんなで笑ってるみたいな。え、ジンスケ鍋にされてた、マジで。あ、ほんとだ。いや、これ優秀だね。点数を発表します。84点。いや、もうこれは俺の中で相当出したよ。相当点数出したよ。84点。もうこれ以上はないんじゃないかっていう点数を出したわ。84点。今のところすごくね、すごかったわ。辛口でごめんな。いや、でもこれは、ちょっと、点数で表すと本当に、ぶっちぎりで。だってお前よ、お前こういうの見て、お前ふざけるなよ、お前二度と送ってくんじゃねえぞ、てめえ、この野郎。おめえのこのゴミみてえなよ。反省しろよ。こんなわけわかんねえ段ボールだよ、作りやがってよ。見ろ、これ。この笑顔。お前のこの段ボールと比較しろよ、ずっと。ダンボールとダンボールとガムテープで作りやがったよ。やっぱ82点。皆さんはいかがでしたでしょうか？スターリンが光るわけ。どうでしたか？これ良かったでしょう？あ、84点か。良かったよね。90点出してもよかった。まあそういう声が聞かれるのも納得そう。でも俺84点以上はねえんじゃねえかなっていう気持ちで点数つけたから。84点。これすごいね、ほんとにね。タイトル！ゴールデンメタル、チカチーロ、加藤純一リング。タイトル！ゴールデンメタル、チカチーロ、加藤純一リング。こんばんは、彫刻の民です。テーマは、笑顔を絶やさないです。あ、ヌメモンのやつだ！ヌメモンのやつだ！覚えてるみんな。ゴールデンメタル、チカチーロ、加藤純一リング、こちらです。じゃん。すげえ！これはすごい！これはすごい！あ、ヌメモンと一緒に撮ったやつも送ってる。いや、これは欲しい！え、これちょっと俺日常生活で使いたいからお前から買うよ！ちょっと買わしてくんね！ね、ちょっとさ、俺これ日常生活でさ、つけたいんだけど、これ。日常生活でつけたい。これさ、優勝リングでよ、どん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 さ、加藤純一コンテストみたいなので優勝したやつさ、松代まで。これ欲しい！ねえ、これ俺買うよ、あなたから、いいねで。
いや、これちょっとポイント高くなっちゃうなぁ。これちょっとポイント高く、だってさ、これ欲しいもん、俺。点数つけるよ。待って。これはちょっと、ナビ数俺が決める。拡大してくれ。拡大できてない。いや、これ90点。これ正直、90点つけちゃうわ。だって欲しいもん、これ。俺が欲しいもん。しかもさ、めちゃめちゃこれ手間かかってんだろ。欲しいもん、これ。なんかさ、いや、これ絶対大量販売したくない。この一個だけ作って、なんかのさ、企画で優勝したやつに、毎年送ってきて、ちゃんと一年間保管させて、返還させて、いやーこれ、俺があなたのいいねで、多分技術料とかさ、材料費とかいっぱいかかってるだろうからさ、これ欲しい。鼻の穴見せてくれ。鼻の穴は、なんだろう、これ。いやー、お前すげえいい仕事すんなー、去年といい。去年はね、ごめんなさい。ちょっと皆さん、放送事故が起きてしまいました。大変申し訳ありませんでした。いやー、これはすごいね、あんたね。工作の民がいるね。このね、ゴールデンヌメモンっていうので、多分こいつ去年、グランプリにはなってないけど、最終選考まで残ってるはずなんだ。準優勝してんだ、ゴールデンヌメモン。はぁー、104点取ったんだ。で、別にこれあくまでも俺の点数だからな。これちなみに何回も言いますけど、最終審査はみんなの、決選投票だからね。俺の点数はあくまでも参考。上位4人を見つけるためだけど参考だと思って。これすごい。でも本当に作ったかどうか怪しいぞ、お前。こんな商品を、俺の視聴者が、需要ねえ。これ需要ねえだろ。気持ち悪い女がよ。お前キャリーパミパミとかこんなんつけたらクソ気持ち悪いぞ。炎上すんぞ。なんだあの気持ち悪い魔除けはみたいな。おい、キャリーパミパミなんとか作らせろ。売ってお前作らせろ。これさ、できればでいいんで、ほんと僕に譲っていただけないでしょうか。ほんとに欲しい。かっこいい。そして、夏の工作グランプリ。タイトル、M1 チャンピオン2017。こんばんは。昨年の工作グランプリでレゴのレジディアを送ったものです。あ、この放送のサムネイルになったやつだ。あれよかったよ、すっげえ。レゴのレジディアを送ったものです。今年は趣味を変えてクレイアニメに挑戦しました。初めての経験で大変でしたが、人形もセットもすべて自作をしました。制作期間は1週間程度です。よろしくお願いします。夏の、あ、違う、M1 チャンピオン2017。すごいね、あんたね。いつも気合入ってますね。クレイアニメってなんだろう。で、去年この人すっげえ綺麗なね、この放送のニコ生で見てる人はサムネの、あ、タイトル、あ、放送のサムネ見てみ。この人が作ったやつを俺は、あ、可愛いなと思ってこれ使ったんだよ。ん？ん？すげえぞ。なんだ？みんな見えてる？いきます。タイトル！ M1 チャンピオン2017。エントリーナンバー。すごそう。やばー！ Neo Human Being。Neo Human Being！ 俺じゃんこれ！すっごい。どうもー！ゴリラでーす！うんこちゃんでーす！二人合わせてゴリラと、あ、ネオヒューマンビーンズでーす。よろしくお願いします。すっごい。やー、うんこちゃん、今日はどうですかね。ゴリラさん、あれですよ、あのね、昨日ね、俺ね、サソリに会ったんですよ。サソリに会ったらね、刺されちゃってね。うんこちゃん、それでどうしたんだよ、うんこちゃん。あのね、俺だけね、地面にキスしちゃってたんですよ。ははは、なんてことだい。そりゃお前すごいことだね。はい、それでは審査員の皆さん、点数お願いいたします。ネタも面白いね。はい、ネタも面白い。104点。12万点。0.3 点。漫才師なれまった、すごいこれ。さあさあ、それ。天井の最後見てて。
ちょっと待って。いや、これすごい。いや、これ正直これすごい。これグーの音も出ない、正直。いやー、これちょっとあっぱれだな、マジで。いや、これすごい作品だな、マジで。これね、点数つけます。104点です。いや、これすごいわ。これずるい。マジで。これはちょっとね、なんか言葉が出てこない。いつもフォローに回る側の俺も。いや、これはちょっと正直点数つけざるを得ないな。あっぱれ。皆さんはどうでしたでしょうか。すごいよね、これね。あれ、一枚一枚ちゃんと作ってるんだろう。これはすごいわ。これはすごいわ。マジで。お前、立ちはだかるね。お前、立ちはだかるね。てかさ、立ちはだかるね、去年の王者たちが、去年のファイナリストたちが。お前らよ、うんこじゃのおぞにや、あれだな、どうせしょうもねえやつ送ってや、ちょっとした、笑いの上積みすくってんじゃねえよ、みたいな。ちゃんと、おめえこれぐらいにや、これぐらいやれよ、みたいな。これハードル上がったな、これ。いや、すごい。あっぱれ。この中から、皆さんが、一番良かった、面白かった、クオリティが高かった、感情を揺さぶられた、イライラした、その中でも一番印象に残った、と思う作品にアンケートを投票してください。僕の意見は一切参考にしなくていいです。僕の意見は一切参考にしなくていいです。あなたたちが、トライクワが X も入れてくれ、絶対に言えません。懲役。懲役中なんで。もうあなたたちが、本当に決めていいです。最高だと思ったものに、ぜひとも投票をよろしくお願いします。投票期間は1分間となりますので、皆さんお早めに投票していただければなと。よろしいですか?皆さん、発表してもよろしいですか?今年の2017夏の工作グランプリ、優勝者は、ブル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 。正直これはね、他のやつらがかわいそう。こいつらもみんな良かったんだけど、ちょ一人化け物がいたな。気合の、これさ、悪くないんだよ、みんな。ゴールデンメダルチカチーノなんて、絶対1位取るんだよ、普通だったら。あまりにもちょっとね、強すぎた。これはでも結構、他のに投票してくれたやつも、まあ、しゃあねえなって、納得する。なんかさ、何が良かった?俺は何がいいなと思ったのがさ、あれ全部手作りなわけよ。セットから、絵から、それでいてさ、工夫もあるわけじゃん。自分で動かしたりして、あれめっちゃ大変だと思うぞ。何枚も何枚も写真撮ってさ、動画で繋ぎ合わせて、一週間多分ずーっと時間かけて、それで作ったっていう労力もすごいし、内容も面白いし、ネタもマジ神がかってるぐらい面白いし、あれはちょっとね、すごい、工作感も出てました。まあ、ということでね、夏の工作グランプリ、2017は、今回は、M1 チャンピオン2017が、ね、選ばれました。それでは皆さん、ありがとうございました。送ってくれた人サンキューね。いやーなんかノスタルジーでよかったね。お疲れ様。